ネジマをしてるんじゃねえよ。分かってんの、お前の無能さくらいはチロチロみんなやめてくんないから、態度セクハラでムカつく。自慢に聞こえんなったらてめえが勝手に悲観でるタクシーじゃねえの。知識が重要かよ、お前の顔なんか頼まれても見ねえよ、ムカつく。あれだろう、何でも通りと思ってんのかよ。もう少し狭くなる考えたら自己中、人間ムカつく。そう言ってる自分も自己中だって気づけないなんてバカじゃないって、かとめしょってその気持ち考えるとか言われたくないんですけど、ムカつく。いい距離一度が目に触ってイライラが募ってくよ。今やどんな言葉にもトゲが生えてる。何回も何回も聞き飽きたんで、どうしたんですか。